今日は血糖値を下げる方法ということで、まあ、下げるっていうとです、ね、あのまあ違和感を感じる方もいるかもしれないですね。というのもです、ね、血糖値が私たちゼロになってしまったらです、ね、まあ、みんなあの全員倒れるんですね、意識がなくなります、血糖値ゼロだと倒れます、もう100発、100中でま皆さん倒れます。じゃあ まあなぜでも、そういうい、まあ、ゼロになったら倒れるのに下げることが必要なのかって言ったらです、ねまあ、それはまあ今、人類史上最もです、ね、私たちの血糖値が上がりやすい状況になっているからとあ、まあ、上がっているので下げる必要がありますよということですね。でまあ、なぜそこまで上昇したのかって言ったらです、ねまあ、あの放射性物質の成果と <laughs> まあ,あと地球温暖化の成果。 ううとまあ違うわけですね全然関係ありませんよということでじゃあ,まあ,あの何かって言ったらまあ私たちもうすうすは気づいてるんですよね気づいてる何が原因かと言ったらですねまあ原因は私たちにありますよとということですねで現代の日本人の普通の人っていうのはどうなっちゃってるかっていうと毎食毎食自分でですね血糖値を食事のたびに上げちゃっているっていうのが 現状ですということですね、はいでまあ、じゃああげるのをやめればいいんじゃないのと思う方もいると思いますけど、まあ、これはその通りですねあげるのをやめればいいんですねで、まあ、そのためには食事を変えればいいでしょうというのが、まあ、大体今日の大まかな流れとなっていますかなりの部分それでいろいろな病気が予防できるでしょうということですね はい、で本日は3部構成となっております。先生招待したで、まあ、第一部、第1部は何かっていうと、まあ、そのまま血糖値を下げる方法が第1部ということですね、まああの、一番最初にこれを話しても、あとはそのほか言いたいことを話すという流れになっております。 で第二部は第二部はこれですね血糖値ではない糖尿病とかの真の黒幕についてが第二部となっておりますで第三部は栄養が大事ですよということをお話しますはいじゃあそれでは早速第一部ですね始めます。 でまあ、血糖値を下げる方法ということで、まあ、そのままのタイトルになってますが、まあ、方向性は大きく2つあります。はい、で血糖値をまあ上げなければいいでしょうというのともう一つ血糖値を下がりやすくすればいいですねとということですね、はい、方向性は大きく2つありますで血糖値を上げない方法についてなんですが、まあ、こっちの方はですね話は簡単ですよということで、まあ、1つしかありませんと。 血糖値を上げない方法は1つ、はいまあ、それはまあ糖質を控えればいいでしょう、まあ、あの糖質が唯一血糖値を直接上げる栄養素なんですねで糖質を食べれば血糖値は上がりますけども食べなければ上がらない、まあ、そんなわけの話なんですね糖質をオフすれば血糖値は上がりづらくなります、はいでまあ、これを言うとですね、まあ、普通に外来で行ったりすると、まあ、あの甘いものを控えますってよく 言われるんですけど、まあ、皆さんもご存知の通り甘いものじゃないものもありますということで、まあ、お米ですね、お米まあ、噛んでればそのうち甘くなりますけど、まあ、そんな甘くないんですけど糖がいっぱいです。で次がですね、麺,麺, <laughs> 麺,麺ですね麺類ですね、はい、パスタとかですね、はい、麺,類麺類も糖質が多くなっています。であとはパンですね。 ちょうどこの手をパンとやってる写真が見つかりました。<laughs> パンですね。まあ、米、麺、パンの穀類はまあ糖質が多くなっていますということで、ででこれも次によく聞かれるのが、まあ、どのぐらい控えたらいいでしょうかっていうのが、まあ、大体次よく言われる質問なんですけど、まあ、これはですね、えー、あなた次第ですよということで、まあ、体調とか目的とかいろんなのによりますということですね。 はいでまあ、健康維持目的であれば、まあ、ちょっと減らしておけばいいでしょうと、まあ、ご飯大盛り一杯食べてたのを軽めにするとか、半分にしとくぐらいで健康維持はできるでしょうで、まあ病気をです、ねまあ、治すとかですね、そういう感じになった場合は、かなりしっかり控えておいた方がいいでしょうと、自分に合った方法を探して、それで実践していくといいでしょうということです、はい、楽しみながらやりましょうということですね。<laughs> はい まあ結構ですね党を控えると周りからいろいろ言われることが多いんですけど特にがっちり控えた場合は結構周りから言われることになりますけどまあそれでもですね楽しみながら自分のペースでいけばいいでしょうということですね、は。い 次はです、ねまあ、血糖値を下がりやすくする方法ということで3つですね。で、まあ、血糖値を下がりやすくする方法なんですけども、まあ、1つ目が運動ですね。やっぱりまあ運動すると下がるってのは皆さんもご存知で、まあ、病院でもよく指導されると思いますね。一、えー、週に何回何時間ぐらいの運動をしましょうとか言われるんですけどでまあ運動でなぜ血糖値が下がりやすくなるかっていうと、まあ、筋肉には糖が蓄えられてるんですけど、まあ、それを使うので その後食べたお食事で血糖値が上がりづらくなると食べたものが筋肉に入るので血糖値が上がりにくくなると。 ということです筋肉内の糖を消費しますというのが1つですね。であとはですね、まあ、筋肉を鍛えることによって、まあ、基礎代謝が上がりますということで、まあ、最近はあのインナーマッスルとか言われてますけど、まあ、この体の奥の方にある腸腰筋とかですねそういうところの筋肉を鍛えれば、まあ、常に使っている筋肉ですので、まあ、代謝が上がりますので糖の消費が増えて血糖値が下がりやすくなるということですね。はい であとまああの痩せるために運動しようと思う人が結構多いんですけど、まあ、運動もです、ねあのまあ、肥満度が高くなった場合はまあ関節とかに負担がかかりますのである程度痩せてからやった方がいい運動が多くなっていますので、まあ、肥満があってもやっていい運動というと、まあ、水中で歩くとかです、ね、サイクリングとか、まあ、そういうような運動ですねあとまあ軽い体操とかストレッチとかですね、まあ、肥満がある方の場合はそういった運動からしましょうと。 いうことですね、痩せてからやるといいですねであと血糖値を下がりやすくする方法が、えー、その2つ目2つ目がですね内臓脂肪を減らすといいですよということですね、はい、で、まあ、のこの脂肪の組織っていうのはですねあの単にこうエネルギーを油として蓄えてるだけじゃなくて、まあ、いろんなことをしてるっていうのが、まあ、最近分かってきてるんですね、まあ、今日ちょっとお話しするのがこのアディポネクチンっていうのをお話ししますということで、まあ、大体いろいろ全部 痩せる太るには関係あるところではあるんですけどアルデポネクチンの話をするとでこれはインスリの効き目を増やす効果があるんですねこの脂肪細胞から出るものですけどもインスリの効き目を増やす効果があると。 であと、ですねこのインスリンに関係なくですね糖を筋肉に取り込むという働きがあるんですね。普通はあのインスリンがこう細胞にくっついてそれでこう筋肉の中に糖が取り込まれるんですけどこのアデポニクチンはそれに関係なくアデポニクチンだけの作用で筋肉の中に糖を入れてくれるという働きがありますということですね。こ、はい、これはあの,この いろいろいい働きがあるんですけど太ると減るっていうことが分かってるんですねで逆に、えー、痩せると内臓脂肪が減るとアデボニアクチンが増えるっていうことが分かってますので内臓脂肪を減らすとさっき言ったその糖が下がりやすくなるということが分かります、はい、内臓脂肪を減らすと血糖値が下がりやすくなるでしょうということですねで血糖値を下がりやすくするその3ということで でこれがまあ栄養ですね栄養,、はいまあ、栄養ってまあ言っても一口に言っても幅広いわけですけど、まあえー、メジャーどころ、まあ、全部関係すれば関係するんですねメジャーどころについてお話しします。でまああの よくその全部関係するって言った場合に優先順位はどうなのっていうのもよく言われるんですけれども優先順位はですねその人に合った優先順位を決めてくださいということで言ってますね。ビタミンの B3 ナイアシンというのがありましてでこれがインスリンの分泌を促す。 ことが知られていますでしかもですねそのインスリンを出すだけじゃなくてインスリンの効き目もインスリンの抵抗性が改善するっていいますけどインスリンの効きも良くすることが分かっています。ナイアシンビタミン b さんでただこのナイアシンはですね、まあ、ビタミンなんですけど、まあ、食べ物で摂る分にはいいんですけどこのサプリメントなんかで摂った場合はですね結構いろんな反応が起きるビタミンで、まあ、体がほてってしまったりじんましんがする。 内野心フラッシュっていうのがあるんですねで結構ひどい人だと1週間ぐらい全身が真っ赤っかになったりしてですね皮膚科に行って皮膚科に普通の皮膚科に行くとあのステロイドなんか出されちゃって先生のところ行けばステロイドは出されないんですけど。はい <laughs> 普通の膚科に行くとステロイドなんか出されちゃって血糖値が上がっちゃったりするわけなんですけどであとはですねあの肝臓の数値が上がるっていうのがあるんですね内野診、このビタミンなんですけどビタミン飲んだぐらいで肝臓の数値が上がることがあるということで、まあ、それについてはですね本当に肝臓がやられている場合とやられていない場合があって、まあ、見分けの仕方もあるんですけど。 まあこの GOT と GPT だけ上がっているっていうのがこの内野心での肝臓のやられ方でまあ他のガンマ GTP はちょっとだけであと炎症反応は全然上がらないでこの肝臓がやられると上がるビリルビンってこう横断を起こすものですけどそういう数値も上がらないっていうのが特徴ですねなので GOT、GPT だけ上がっている場合は内野心で肝臓が元気になっちゃって数値が上がっているっていうパターンですねはいであとはでですねあの僕もこの内野心飲んでみてやっ 1>, たんですけど1回しばらく何かあってこう内心お休みしてて23日休んでじゃあもう1回飲むぞっていう時にいきなりマックスの量で飲むとです、ね、あの血流が良くなる効果もあるんでこの血の芽ぐらいは良くなりすぎて頭に血がいかなくなって偏頭、ね、痛が結構1日2日ぐらい続くことがあるんですね。 ナイアシンは結構要注意なビタミンです、ね、飲む場合は実際に飲む場合はよくよくお気をつけくださいでナイアシンアミドっていうのがありましてそれがそういった副作用が少なめに加工されてるナイアシンなので、まあ、それを飲み始めてから他を飲み始めるといいでしょうと。 いあと、えー、ビタミン D がです、ね、こう実は糖尿に関係するというのが結構言われているんですね。ね日本人でもです、ね、ビタミン、D で糖尿がよくなるっていうデータがありますでこれはあのカルシウムがいいんじゃないかということでカルシウムだけ追加した試験とかもあるんですけどそれだとあんまり良くならなくてやっぱりビタミン D を補充すると糖尿が良くなりましたっていうデータがありますであと糖尿の発症するときにそもそもビタミン D が足りなくて糖尿になるんじゃないかっていう説もありますね。ビタミン D はい、でも食べ物で取るとしたらこういうもので卵とかチーズとかそういうもので取れますね。はい、であとミネラルですね。でミネラルはまあいっぱい取った場合にあのどのミネラルも中毒症状が起きますのでとにかくいっぱい取るっていうのはミネラルに関してはやめておいた方がいいでしょうということで,でミネラルもまあ基本的にはやっぱり全部必要なものは必要なんですけど、まあ、代表的に 足りないよく足りないもの、よく足りないもの3つ言うと、ですねこの亜鉛ていうのが結構足りないんですよね。ひどい人なんかあの亜鉛のサプリとかお薬を飲んでても足りないっていう人いますけども、相当いっぱい飲んで、初めて血中濃度が上がってくる。これも肉とかチーズとかこの魚類とか甲殻類とかに入ってますけど、亜鉛ですね、結構足りない、貝にも入ってますね。であの 不足するとあの糖尿にだからいっぱい取れば血糖値が下がるっていうよりは不足すると糖尿がひどくなるというようなニュアンスですね。であとあのすごく不足するとあの味覚が異常になったり皮膚とかに皮膚粘膜にも関係してきます、はいで。あとマグネシウムも次に不足しやすいですね。で特にあの糖を控えた当初はですねこのマグネシウムが体の外に出てっちゃってこの足がつるとかいう 痙攣を起こすとか小村がいりを起こすとかいうことが結構よくあります。で、そういった場合もこのマグネシウムを取ると良くなりましたってことがありますね。で、まあ、ナッツ類に含まれているのでよく知られていますね。マグネシウム、豆腐の煮がりもマグネシウムですね。で、これもやっぱりあのいっぱい飲むと中毒症状がありますし、あとあの下痢しますので。 量を飲むときはあの注意してくださいでマグネシウムで下痢する場合はあの本当に水みたいな下痢になりますのでこう止めようと思っても勝手に出てくるぐらいの,感じの下痢になりますであの本当に中毒がひどい場合は死亡例もありますので、まあ、老人ホームで,です、ね、あのマグネシウムあのいっぱい出しちゃってこうお年寄りなんか腎臓の機能が落ちちゃってて体にこのマグネシウムが溜まっちゃって死亡した例がまあ結構前に話題になったんですね。 であのミネラルはどれも中毒症状がありますので,で特にマグネシウムは結構その、マグネシウムの下剤とかにがりとかで簡単に体の中で溜まってしまいますので,でマグネシウム摂取りすぎは注意をしてくださいであとクロムっていうのは、まあ、あ,のあんまり聞きなじみがないんですけど、まあ、これも不足すると、まあ、糖尿になりますよっていうやつですねでこれレバーとか貝とかに含まれています。 でこういういののは全部その糖の代謝に関わるミネラルなんですねでないと糖の代謝がまあきちんと回らなくなるんで血糖値が上がって糖尿になりますということですねであとはあちょっとあの最近の話題でちょいちょいテレビとかにも出てるみたいなんですけどガンマーオリザノールっていうのがありますでこれはあの米のぬかの油から日本人が抽出したやつですけどお薬にもなってますで効果的にはですね薬の効果としてはまあ コレステロール、総コレステロールを下げて中性脂肪を下げて HDL よく善玉コレステロールとか言われている HDL は上げてくれるっていうものですねであと血液サラサラにして動脈硬化の,の血管の壁ボロボロになっているのもよくしてくれたりとかあと脂肪肝もよくしてくれたりとかいろいろ効果がありますでそれだけじゃなくてです、ね、この脳に作用するところがありましてこの結構その中枢に作用して、えー あのストレスでよく胃がやられるとか胃潰瘍になるとかありますけどストレスで胃潰瘍になるのを抑えるっていうデータがありますしあとはあの心身症とかかでで不安緊張抑鬱なんんも和らげるるって効果があるんですねでよくあのだから玄米が体にいいとかあの、えー、玄米茶がいいとか言って最近やってるんですけどただそっちにはあんまり入ってないので。 あの取るんであればガンマオリザノール自体を取るといいでしょうであと、まあ、米油っていうのもあって、まあ、確かに米油にはガンマオリザノールそこそこ入ってるんですけどいっぱい入ってるんですけど米油はあのトランス脂肪酸が入ってるんですねでガンマオリザノールは動脈硬化にいいんですけどトランス脂肪酸は動脈硬化を引き起こすので、まあ、差し引き ゼロかマイナスぐらいになってかえっう動脈硬化する可能性があるんで米油はやっぱりおすすめしなくてガンマ取るんであればこのガンマオリザノール自体を取るといいでしょう、まあ、そこ近くのお近くの薬局にあまり売ってない成分ですけど手に入れようと思えば手に入る成分ですだ、はいたい1日ですね5 6 0ラムぐらいから3 0 0ラムが飲む範囲ですね。はい 300ミリ飲むとその動脈硬化とかにも効果があります。どう糖尿にいいかを言ってないですよね。どう糖尿にいいかというのはガマオリザノールがどう糖尿にいいかはですね あのベータ細胞、まあ、糖尿ですって言われた時点でその患者さんのです膵、ね、臓のベータ細胞というインスリンを出す細胞が1割から2割死んでるって言われてるんですねでその死んだやつはまあ基本的にはもう増えることはないんですけど一応ガンマオリザノールはそのベータ細胞をちょっと増やす作用があるぞっていうのが言われてますね、はい、で他にあんまり増やすものっていうのはないのでまああの 水道が死んじゃってるぞと言われてる人は取ると増えるかもしれませんただやっぱりそんなに自然界から抽出されたものなんでそんなに劇的な作用はありませんのでものすぐ血糖下がるっていうことはないんですけども一応そういう作用が報告されてはいますで一部のまとめということで血糖値を下げる方法ですね、はいでまあ、糖質を控えればいいですよということですね、えー、肉 とか卵とか魚とかチーズとかそこら辺を食べるといいでしょうということですねだ、まあ、ただそれぞれの食品に関してまあ気になる方はいろいろ気になると思いますので、まあ、そういうところを追求していくとキリがないわけですけれども糖質を控えとけばまあ血糖値は上がりませんということですね麺、はい、<laughs> <を> <laughs> も控えましょうということであと運動はいいですよということですけど、まあ、肥満とかがある場合はあの体に気をつけて運動しましょう であと内臓脂肪を減らすと血糖値が下がりやすくなりますで栄養も大切ですよということですね、はい、で第2部に行くんですけどもその前にですねあのクイズ <music> で正解だと思ったらですねこうはいって手を挙げてみてくださいということで皆さん準備はよろしいでしょうか <laughs> はい挙手の準備はよろしいでしょうかはい でいきますよあの第1問、ですね、まあ、酸化的ストレスというのがありますあの体が錆びるという表現をよくしますけども、まあ、いろんなもので体が錆びるんですね、まあ、あの焦げているものを食べてもそのまま体がびますけど、まあ、いろんなもので体が錆びるんですね私たちは常にこういう酸化的ストレスというのを体に受けている酸化的ストレスから、まあ、体を守るビタミンがあるこれを丸だと思う人はちょっと手を挙げてみてくださいはい。 答えは答えは答えはどうでしょうかっていうとまあ当然丸なわけですね。はい、でまあ何があるかっていうと、まあ、ビタミン C ですね。まあ、よくあのお茶緑茶な水なんでは入ってないですけど緑茶なんかにはビタミン C が入ってて、まあ、緑茶がこう錆びて色が変色しちゃうのを防ぐのに錆止めとして入ってますけどビタミン C がまあ私たちの体。 のサビを守ってくれるビタミンあともう一つありましてビタミン E ですよねビタミン E もこうサビ止めの効果を持っていますねであと次第2問ジャジャンということで第2問は何かっていうと、まあ、インスリンを抑えるインスリンは まあ皆さんご存知と思いますけど、まあ、血糖値が上がった時に出てくるホルモンです膵、まあ、臓から分泌されますとさっき言ったのベータ細胞っていうのから分泌されるんですねでベータ細胞から出るのがインスリンで、まあ、血糖値を下げたりいろんな働きをするんですねでそのインスリンの働きを抑えることで虫とか動物の寿命が伸びるっていうデータがあるとこれを丸だと思う人は手を挙げてみてください答えは丸なわけですねはいそんなデータがあるんですね 寿命寿命に関係しちゃうのみたいな、はい。で、まあ、ハエっていうハエはハエですけど、で線虫っていうのがまあ名前の通りこのこのピュルッと線みたいになってる虫ですね。あとマウス、まあ、哺乳類マウスでこう寿命が伸びるっていうデータがあるんですよね。じゃあ人間はどうなのっていうと、まあ、人間そのものでこう 一人一人一人の寿命が伸びるっていうのはもう確認はされてないわけなんですけどそれ何十年もかかるので細胞レベルではまあ寿命が伸びたよっていうデータはあるんですねなので結構インスリンは寿命とかにも関係してくるということですねはいじゃ第3問ですねじゃじゃんとヘモグロビン A1c が上がった場合でも 上がったヘモグロビン A1C っていうのはです、ねまあ、あの血糖値の平均を表すので、まあ、1か月ぐらいの血糖値の平均を主に表して、まあ、23か月ぐらいの影響も受けるんですけど、まあ、血糖値を測っても分かるのはその時の血糖値だけで、まあ、血糖値自体は1日のうちでこう食べたり 食べなかったりでこう上がって下がったりしてるんで、まあ、あまりそのここ1ヶ月血糖値がどうだったかさっぱり分からないわけですけどヘモグロビン M は C を測ることで、まあ、ここ最近の平均の血糖値が高いか低いかが分かるんですねで基準値が6.5を超えたら糖尿病っていうやつなんですねで、まあ、普通の人はだいたい5とか、まあ、低い人だと4%台の人もいますけどだいたい5%前半ぐらいが普通の人ですね でまあ糖尿になるとまあ6.5超えてるっていう状況でまあひどい人だとまあ8とか10とか15なんて人も最近いましたけどもう、まあ、15なんて人は即入院してくださいみたいな感じですけど意外と15でも平気な人は平気だったりするんですよね普通に外来に歩いてきて何ともなさそうにしてるんですけどもうやばいですよみたいな話になりますでヘモグロビンエーアーシーがまあ上がってるってことは血糖値がずっと高いってことなんですけどきっと 血糖値がずっと高いヘモグロビン A1C が上がったとしても眼底出血が治ることがあるという普通は血糖値が高いと目がやられて眼底出血して見えなくなるということですけどそうじゃなくて血糖値が高い状態 A1C が上がったとしても眼底出血が治ることがあるとこれが丸だともう人つ手を挙げてみてください。 普通の先生に聞いたらですねほぼ100%、え、i マシ上がったら出血ひどくなったり新しくできるだろうって言うんですけどドゥルルルということで答えは丸なんですね。で実際にですねヘモグロビン AI マシが7をさらに超えて9.1なので結構上がっちゃってるんですね。 上がる前7.0でこの前の病院で治療されていた時はこんな感じでこの目から血が出ているんですねこのぼんやり赤くなっているところがこの出血しているところなんですね眼底の写真ですけどあまり見たことないと思いますけどまこれはぼんやりこう赤くなってるんで分かりやすいでしょうま眼底出血してるんですけどもこれがこの9.1の状態で上がってるのにこの消えるということなんですねはいこれは結構最初に 見た時きやっぱり意外でしたけども、9.1の時にさすがにあの薬をちょっと強くしましょうかって言おうと思ったら眼科の先生に褒められましたって言われて何のことやらっていう話だったんですけど、もう実際にこういうふうになることがあるんですよね。いよいよ次が第二部ですね。はい。第二部、血糖値ではない真の黒幕と。 いうことですね、糖尿病の黒膜、はい、で糖尿っていうとまあ名前はその尿に糖が出るっていうことなんですけど、まあ、これは全然あの根本的な話じゃないですねあの体の中の糖が多すぎて腎臓で処理できなくなって 溢れ出ちゃっっててるよっていうだけのことなんですねだからまあ血糖値が高ければ尿糖は出ますで普通の人でもです、ね、あの西洋飲料水みたいなこの砂糖水みたいなのガッといっぱい飲むとその処理がしきれなくて尿糖が出ることはあります。だから尿糖出たからって糖尿病じゃないですし一回出たからっていってその糖尿でいろいろなる、えー、目が見えなくなるとか腎臓が 透析になっちゃうとか、手足を腐るとか、そういうことは起きないわけなんですね。だって、尿糖は根本的な話ではないでしょう。で、今言ったようにですね、血糖値もですね、この糖尿病の黒幕ではないんですね。はい。で、まあ、今日の最重要ポイントがここなんですね。はい。糖尿病で。本当に引っ張りますね。<laughs> 本当にやばいのは <laughs>、まだ引っ張る <laughs>。 これです過剰なインスリンですね。そうもう答えを言って過剰なインスリンです、ね、<music> あのインンスリン完全にゼロでもですね大体皆さん死んじゃうんであの果てしなく痩せてたりしてですねあの体が酸性になって代謝全体が狂っちゃって。 インスリンが全くゼロでもまあ死んでしまうんですけどそれを超えてですねもうあのやたらめったらいっぱい出てるインスリンが。 やばいといととうことなんですねで、まあ、血液中のインスリンを測るって、まあ、普通の人は10前後なんですねでこの糖分取った食後お米とか食べた食後でも20とか30ぐらいなんですけども糖尿の人で,です、ね、こ太っててそのさっき内臓脂肪がいっぱいだとインスリンが効きにくいって話しましたけどこう肥満がすごい人なんかはですねインスリンがこう10を超えて20でも30でも来ても50とか80とか。 も,うもっとすごい人だと100超えて12030ぐらいの人いるんですね、そういう人が結構やばいぞという話なんですね、はい、過剰なインスリン、はい、インスリンですよということで、もここぞとばかりにインスリンを強調する、<ー>インスリンみたい、な、まさかのインスリンなんですね、で普通の人はあのインスリンって言ってもあんまりイメージがなくて、血糖値下げるホルモンでしょうぐらいの感じで、糖尿病が悪い人がうつんでしょうぐらいの。 感じなんですけど実はこれが多すぎるといろんなことが起きてくるということなんですで血糖値自体は割とですね結構幅があってもなんとかなるんですねで、まあ、普通の人は100前後でコントロールされてて、まあ、80から120ぐらいでコントロールされてるんですねで下はですね、まあ、60ぐらいでもあの油をいっぱいこう取ってたり油がきちんと使える状態だったら60とか40ぐらいまで結構耐えられるんですね。 それ以下になるとさすがに意識なくなりますけどで上はですねまあ普通の先生は200ぐらいでもちょっと高いぞっていうんですけど割とあの200台、300台はなんともないんですねでさっき言ったの糖尿病の合併症でこの目が見えなくなるとか腎臓がやられるとか手足が腐ったりしてくるとかそういう糖尿病の合併症も200300ではあんまりならないですねで400500超えてくるとさすがに限度っていうのがありまして 今度そうなるとですねこの血液が濃すぎるとかですねこのまあさっき言ったあの血糖値が高すぎると尿に糖があふれて出てっちゃっていましたけどそれと一緒にこの塩分とかが出てっちゃったりしてまああの血液中の塩が全然塩いっぱい取っても塩足りなくなっちゃって今度あの脳が塩不足で脳がむくんで転換みたいな発作が起きたりとかですね逆に今度、単純に がどうという話以上な感じになりますので4500ぐらいだとちょっと限界がある1000とか1500だと意識がなくなって倒れますということで、まあ、限界はあるんですけども、まあ、血糖値測れないぐらい高いとちょっとやばいですよということですね、まあ、2 3 0 0は割と耐えられてずっと2 3 0 0ぐらいでも割と何ともないということなんですねであのどのぐらいやばいのっていう話ですねざ、まあ、ざっっくくりりですねざっくりあの 行くとですね、まあ血糖値が高いみたいなのはこのぐらいの感じなんですね、土サカもちっちゃめみたいな感じで、まああのまあ、せいぜいこのぐらいの感じなんですね、<laughs> ヤバサカがこう鍋たたえちゃうぞみたいな感じなんですけど、インスリンがすごく多いぞっていう場合は、もう結構ガチでやばいんですね、<laughs> も,うもうこんな感じで <laughs>。 もうインスリンがもう100とか言ってる人なんかもう本当こんな感じでや相当な土さがあるみたいもう目が笑ってないですよみたいな感じですね高インスリンが本当にやばいということなんですね。いということでやばさに関してはなんとなくえお伝えした通りこんな感じなんですけどまあじゃあなぜやばいのかなぜやばいのかということでまあ血糖値が 高いとやばいというのは皆さん聞いたことあると思うんですけど血糖値が高いとやばいというのもなぜやばいのか、まあ、あんまり聞いたことないと思うんですね。で糖の分子のです、ね、端っこにはです、ね、アルデヒド機っていうです、ね、ものすごいあのいろんなものに絡んでいっちゃうです、ね、部分があるんですね。反応性が高いというんですけどでそういうのがあるので糖がいっぱいだと体のあっちこっちのタンパク質とくっついてそこをこう変えていっちゃうんですね。なんで血糖糖値がが多いと全身こう糖 血流で回っていきますので全身ボロボロになってっちゃうのでやばいですよって言われてるんですよね。でさっき言ったあのヘモグロビン A1C っていうのもヘモグロビンっていう血液の色素酸素を運ぶ色素にこの 糖がくっついちゃってもう離れなくなっちゃったのがヘモグロビン A1C なんですね。なので実際にこの糖で体がボロボロになっているのを測っているのがヘモグロビン A1C ということなんですね。で、ヘモグロビン A1C はどんな人でもゼロではないので、まあ、我々もある程度その糖化っていう糖がタンパク質にくっついちゃって体がボロボロになるっていう反応が常に起きてるんですね。なんですけどインスリンはもっとやばいぞっていう話なんですね。 で細胞にはです、ねまあ、膜があって、まあ、細胞の膜があるんで細胞はいろいろ守られているんですねバリアなんですけどの細胞の膜のところにこういろんなものがこうあるんですけどもビタミン E がです、ね、この細胞の膜のところにいてくれるんですねこのさっきの,この膜脂質二重膜って言うんですけど油っ気のある膜なんでそのビタミン E はあの油に溶ける性質があるんで。 脂に溶けていて細胞の膜のところに行ってくれてこの外からこの酸化的ストレスで錆びが来た時に代わりにビタミンが錆びてくれて細胞の中を守ってくれる効果があるんですねなのでビタミンをいっぱい取っておくとこの相当な錆び止めになりますよということですねで動脈硬化すごくしている人なんかはまあビタミンをいっぱい取るといいかもしれないんですけどただあの血管がガチガチに詰まっている人がいきなりビタミンを大量に取るとあの そのガチガチに詰まっているのが剥がれて飛んでいって詰まることがあるとか言われてますので、まあ、あの動脈硬化すごい人はちょっとずつ増やしていくといいでしょうと,ということなんで通常はその細胞の外からの,その酸化的ストレスサびの攻撃に関してはビタミン E が肩代わりしてくれて細胞の膜のところで止めてくれるんですね。はい ですけれどもインスリンは膜は関係ないんですね、そのビタミン E で別に守ってくれないというのもそのホルモンなので、もともとこの細胞の膜にです、ね、インスリンとくっつく受容体というのがです、ね、インスリンの信号を受け取るところがあるので、それが細胞の外側でくっつくと細胞の中側で,細胞の中で変化が起きるんです、ね、情報が伝わる。 そういうのをこのリン酸化といって,言ってこのカスケード反応っていう小さい滝のことをカスケードって言うんですけど1個その陰性が来ただけで細胞の中でいろいろ変化がバーッと起きていくんですよねでこのいろいろ変化がバーッと起きてくるときに各段階で,です、ね、この活性酸素っていうのが起きちゃうんですよね。 酸素,酸素の中でもですね反応性が高いという周りのものをいろいろくっついてこの構造を変えてボロボロにしちゃうっていうのが細胞の中で発生しちゃうんですね。はい、そう細胞の中なんでこのビタミン E のバリアが全然無関係になっちゃうわけですね。 バリアを貫通して体の中で細胞の中でいろいろやらかしてくれちゃうのがインスリンなんですね。なのでやばい高血糖が例えば血管の壁とかにくっついたとしてもビタミンがいっぱいあればビタミンが守ってくれるんですけどインスリンはそうはいきませんよということなんですね。細胞の中で直接活性酸素を発生させちゃう でただ、普通であればですね活性酸素が発生してもですねそれを除去するシステムが当然あるわけなんですね。でお掃除係がいっぱいいてさっき言ったですねビタミン C なんかも細胞の中でこの活性酸素を除去してくれる働きがあるんですね。であとはまあグルタチオンとか他にもいろいろあるんですけどいろある中でですねこの、えー、FOXO とか FOXO っていうんですけどこれがまあ普通、あの細胞の核のところにいて、まあ、こういう お掃除しなさいよって汗腺酸素を除去しなさいよっていうのをいろいろこう遺伝子に働きかけてやってくれるのがあるんですけど転写因子っていうやつなんですけどそれをインスリンは核の外に押し出しちゃってお掃除できないようにしちゃうんですね。 なので、この中で細胞の中で活性酸素を発生させる上にこに、お掃除もしなくてしちゃうというのがインスリンなんですね。なので、細胞の中で直接ボロボロになっていっちゃうんですね。ビタミン E をいくら飲んでても、中でやられてしまうというのがインスリンなんですね。なので、やばいんですね。この内側で直接来るぞということ、でお掃除さえも邪魔してくるということなんですね。であとあのさっき、老化に関係するって言いましたけど、 インスリンの働きをまあ抑えれば寿命が延びるというデータがあると言いましたけど逆にインスリンの働きをまあ強くしたらどうかというと老化が促進されるまあ細胞レベルですけど老化が促進されるというデータもあるんですね細胞の中でいろんな老化反応とか老化物質が生成されることが分かってきています。はい、ということで抗インスリンはまあ結構ガチでやばいですよということなんですね。で <laughs> はい、で高血糖はまあそれに比べればかわいいものですよということなんですね。じゃあ、インスリンを少なくキープするにはどうしたらいいのかということ、まあ、お薬、いろいろありまして、まあ、今、4種類ぐらいあるんですけど、まあ、お薬じゃなくてまあインスリンを少なくするにはどうしたらいいかということで、まあ、それは私たちの,です、ね、この飲んだり食べたりするものを変えればいいですよということですね。 でまあ、タンパク質と脂質をいっぱいで、まあ、糖は控えておけばインスリンが少なめにできます、まあ、もちろんあの詳しい方はご存知のようにタンパク質をとってもインスリンは出ますけど、まあ、糖を大量に食べたときほどは出ないんですねで脂質をとってもです、ね、一部あの奇数産の脂肪酸というのが糖になるのでインスリンはちょっとは出るんですけど、まあ、量としては少ないんですよねなのでまあ糖を控えてタンパク質と脂質を取ると良いでしょう。で あのよくその三大栄養素で糖と、まあ、タンパク質と脂質とか言うんですけどもその中で一番ですねえ摂った方がいいのがタンパク質なんですねで糖に関しては、まあ、口から食べなくてもなん、まあ、とかなるんですね肝臓でいくらでも作れますので口から食べる必要は全くないんですねで油に関しては、まあ、体脂肪が蓄えられている人は、まあ、あんまり口から摂る必要はないでしょう でタンパク質だけはですね体にどうやっても蓄えができないんですよね。なので毎日毎日この体を維持する分のタンパク質は必要です。でそれを取らないともうあの筋肉とか骨が削れていってエネルギーに回ったりしますのであのダイエットとかする場合でもタンパク質だけは毎日毎日しっかり取る必要があります。それをしないとですね、まあ あの例えば、高脂質ダイエットで油をいっぱい取りましょうという場合でも、まあ、それはそれで健康にいいんですけどその場合にもたんぱく質を少なめにしていった場合は筋肉の量が落ちていったりしますので高脂質ダイエットをする場合でもたんぱく質の量は最低限は言えますよということですね。でまあ、そうすると健康で長生きできるかもしれませんということですねで、まあ、第二部のまとめがですね。 婚姻、まあ、すりにやばいと、もうこれに尽きるということですね、目笑ってますということですね、はいでまあ、いよいよ最終章ということで、次が、えー、第3部ですね、はい、まあ栄養が大切ということですね、まあ、そんな言われなくても分かっているいいみたいな話ですけど、<laughs> 栄養が大切ですと。 でまあ、今まで血糖値よりです、ね、このインスリンを低めにしておくことが大事ですよと再三言ってきたわけですけども、まあ、その基礎としてです、ね、糖は少なめにしましょうというのと、まあ、タンパク質をしっかりとるで脂質も必須、まあ、脂,脂肪酸というのがありますねこれは口から取る必要がありますということで言いりますよと。 であとまああのそうするとまあ健康が維持できるかもしれませんということなんですけど、まあ、今の日本はです、ね、糖質があふれているんです、ねまあ、お店行っても糖質ですし、えーね、あそこら外食したとしても糖質がいっぱいということですね。でその今の日本でまあどうしたらいいのかということなんですね。はい、で、まあ、これ糖質を控えようっていった時にちょっと関係する話で有名な実験 これ自体は党とは全然関係ないんですけど、まあ、その名もですね「はいえー、シロクマ実験」って言うんですけどこれ今初めて聞いたぞっていう人いますから、まあ、大体みんな初めて聞いたと思うんですけどありがとうございます「シロクマ実験」って言うんですこれが結構ですねあの凶悪な実験なんですけど。<laughs> あの元のシロクマ実験はですね5分間がスタンダードなんですけど今日きょうはです、ねまあ、5分だとちょっと時間取っちゃいますので3分で軽めの3分で皆さんにやっていただきますということですね。クマ実験で、えー、他のこれ簡単簡単なんですよね他の何を考えても良いのでシロクマのことだけは考えないでくださいと。<laughs> もうことですもう散々今、白熊見せ,見,せ見せつけてますけど、白熊のことだけは考えないでくださいということなんですね、そういう実験なんですね、非常にシンプルで,す、ね、で、実際に今から、超かわいいですけど、<laughs> ちっちゃい白熊、もうぬいぐるみみたいですね、実際に今から皆さんにやっていただきますんで、ああ全然しゃべる必要もないし、頭の中でやればいいだけなんですけど、皆さん、準備はよろしいでしょうか。 他の何は考えてもいいのです白熊のことだけは考えるこの3分間白熊のことだけは考える本当は5分なんですけど今日はちょっと短めの三分よいろしょうかじゃあいきましょうじゃあスタートもう寝てる方はそのまま寝ていただいてる <laughs> 結構長いもうこのままみんな寝てしまうんじゃないかみたいな。 いんだけ写真撮ったらもう何かの集団催眠かみたいな感じになって <laughs> <laughs> はい終わりでございますお疲れ様でございます <laughs> さあどうだったでしょうか <laughs> 今白熊考えちゃったよっていう人を手を挙げてみてください、はい、<laughs> 基本的に寝てる人以外はみんな考えたと思うんですけどこれがその糖質を控えるぞっていう時にやっぱちょっと関係してくるんですね。あの脳はですねこう何々を考えないでくださいって言った場合は 考えてるかかどううチェックし始めちゃうんですねこうモニターっていうんですけど心理学用語でモニターっていうんですけどそこが常に考えてるんで白熊のことをこ考えないでくださいっていうの自体が、まあ、そもそも無理な話なんですねはいでこの白熊実験が凶悪だっていうのは、まあ、5分とか長めの時間でやるとですね、まあ、あの頭から離れなくなるしねずっと白熊ばっかり考えちゃうみたいな <laughs> ダメだダメだっていうと考えちゃうんですだから糖質制限もそういうところがあるんですね はい、じゃあどうしたらいいかと、まあ、糖質を控えよう控えようと思うとかえって糖質のことばっかり考えちゃったりするわけなんで,すでどうしたらいいかというとですね、まあ、糖のことは考えていいということで開き直る <laughs> 考えただけでは別に太ったりインスリン出たりはそんなしないんですね、はい、考えただけじゃ大丈夫ということなのでこの糖甘い糖を食べたいなと思って たらその自分のその心の動きにまず気づくと。普通は何も考えずにガッと食べちゃうんですけどあ、食べたいなと自分は思っているっていうのに気づくと。この気づきが大切なんですね。自分の心の動きは結構自分で気にしてないんですね。なのでそれを気にするようにするっていうのがまず第一段階ですね。 でもしそれでそのまま食べちゃった場合にどうなるかっていうのを考えるんですね。で、あのまあ、実際に心臓がぐっと苦しくなってこう病気になるとかですね、まあ、太ってしまうとかですね、そういうことが起きるぞっていうのもそこで考えるわけですね、よくない起きることが。で、あとはあの何を失ってしまうかということですね、こう未来あったであろう、イケてる感じの自分が失われる可能性があるわけですよね。 シュッとしていい感じでいけてる感じの自分が失われる可能性がちょっとあるぞということなんですね。でその時こそですねこれを思い返すなできすねなぜ自分はその健康になろうとしているのかなぜ自分は党を控えようとしているのか、まあ、今普通の人はまあ党を控えてないわけなんですけどその中でも塔を控えようかなと思っているのはなぜかというのをそこで思い起こすとい。はい でまあ、そのいろんな自分の目標とかです、ね、こうなったらいいなみたいな願望とかです、ね、そこで思い起こす将来の健康とかそこで思い起こすといいでしょう,というで再びです、ね、あの自制心を働かせるということですね、はいまあ、困難にも打ち勝つととそれでまあ一歩一歩、ね、自分の目標に近づいているぞというのをそこでかみしめるということですね。はい でも,うもうここで、もうなんかあの、わり、うん、にしたい感じなんですけど、<laughs> まちょっと待てよということでさと、さらっとさらっと行き過ぎたので、まあ、今の流れを解説しますということで、どういうことかっていうと、まあ、投資総理夫無理ですよっていうのは、どういうことかっていうとです、ね、こうしない目標が達成できないということなんですよね、何々しないっていうのができないということなんで、まあ、これをちょっとです、ね、発想の逆転なんですよね、はいでまあ、する目標に変えると、まあ、うまくいくことがありますよということなんですよね。 でまあ、例えばこの動物性タンパク質を何グラム一日に食べますよとかそういう,こう食べる目標に変える食べない目標から食べる目標に変えると、まあ、そんだけで,です、ね、あのうまくいけることもありますよということですねであとまあ栄養面で言えばです、ね、鉄不足だと糖が我慢できないんですね糖しか使えない体になってしまうって、ねあのまあ、普通、糖がなくても油を使うように体ができているんですけど鉄がないとです、ね、油が使えないんですね。 あの油の代謝は3段階あるんですね大きい油の分子をぶった切るところとあと細かくして最後使うところを3段階あるんですけど最初と最後で鉄が必ずいるんですよね。 なので鉄不足だと糖しか使えないんですけどその糖もです、ね、その効率が悪い代謝しか使えないんですね普通は細胞の中でミトコンドリアっていうところで糖を使ってるんですけどそれがです、ね、鉄不足だとミトコンドリアさんが働かなくなっちゃうんでそうすると効率の悪い代謝になるんですねで,でブドウ糖1個で普通 38ATP って38エネルギー作れてるところが 鉄がなくて細胞質というところでエネルギー代謝するとブドウ糖1個で2しか作れないだから19分の1とかぐらいの代謝になるんですねミトコンドリアこんな感じに細胞の中にいっぱいあるんですねであとあの食欲がどうしてもすごいぞという場合はビタミン D と K をしこたま飲むと食欲が抑わる可能性がありますまあビタミン D 自体がさっき 糖尿にいいぞっていう話しましたけど、まあ、それをすごいいっぱい飲むとで D をすごいいっぱい飲むとあの代謝が良くなって K を使い果たしちゃうんですよねで K がスカラカンになるとどうなるかっていうと骨からカルシウムが出てきて骨がスカスカになっちゃうんですよね K なんで D をいっぱい取った時は K がいるんですねで骨から出てきたカルシウムが腎臓で一生作って腎臓結石とかになるんで D をその1万単位以上毎日毎日取る場合は K も一緒に取った方がいいですよ であとあの甘い誘惑があった場合どう対応するかということで、まあ、もし、さっき言ったのがこのもし食べてしまったらどういうことが起きるかっていうのは、まあ、良くない、どういう良くないことが起きるかっていうのを考えたりあとはさっき言ったこの失うことですねこれ食べることによって何を失ってしまうかを考えると踏みとどまれるわけなんですね。はい 自分の目標をそこでで思いい出すすととうことですね、はい、でこねの「なぜ」っていうのはですねこの人間にとってすごい動機づけになるんですねものすごいエネルギーを持つことなので「のなぜ」を考えることでこの自分のモチベーションが上がるということですね。<music> でまとめですということでタンパク質をしっかりとって脂質もとるとまあ。 結構なりますよっていうのがまあ第三者のまとめになるわけですね、はい。で、あの今の時代はですね、普通がやばい時代になってきてるんですね。で、まあ、昔まああのしょ食事に限らず、ね、いい大学に行って、まあ、いい会社に行けば人生安泰みたいなこと言われてたんですけど、今そうじゃないですよね。あっさり失業します。リストラされたり、大会社でもその会社自体が他のところに吸収合併されて、えー、クビになったりするわけなんですね。そういう時代、普通が危ない時代なんですね。 でむしろその仕事に関して言えば得意なことをです、ねまあ、思いっきりやったほうがかえってよかったりするんですよね普通のみんなと同じようなことをやっているよりもそういうほうが役に立ったりするわけなんですねもう私も普通の診療じゃなくて思いっきりこういうことをやっていて、まあ、こういうふうになっているわけなんで、ね、テレビ出たり本を書いたりです、ね、こういうい公演に呼んでいただいたりしているのでそのほうがかえって人の役にも立ちますよと。 いうことで皆さんもその普通に縛られずにです、ね、思いっきりやったらいいと思いますということで,であの食事に関してはまあバランスよくバランスよくがいまだにずっとあっちこっちで言われてますけどバランスよく食べたら糖がいっぱいで糖尿になるんですねじゃあもうちょっとヘルシーにしようかと思ったらヘルシーっぽくて野菜食べてたらやっぱりタンパク質不足になりやすいんですね栄養失調になっちゃうんですで、ね、普通が危ないなんで大切なのは普通じゃないですよ健康ですよということですね。はい でまあ、普通に食べてたらさっき言った大量の糖質を取ってしまったり、今添加物もすごい入ってますので、大量の添加物とかを取ることになってしまうので注意が必要です。でまあ、健康になるためにはまどうしたらいいの？って、やっぱりよく言うのが普通はやめときなさいということですね。みんなと一緒に知ってて病気になるのは馬鹿らしいでしょ。ということですね。はいで自分に合った。まあ,あの？ 糖をいっぱい食べてても健康な人もいますして添加物しこたま食べてても健康な人もいますしてあの野菜だけ食べてても健康な人もいるんですねで青汁だけでずっと生きてて元気いっぱいの人もいますので、まあ、自分に合った食事とか栄養とかをです、ね、考えるといいでしょうで自分の健康も守っていくといいでしょうということですね。でまあ、世の中は行動にに報いいるとうう言葉がありますように、まあ、皆さんはこう今 この講演を聞きに来て、まあ、一歩は当然すでに踏み出しているので、まあ、このまま2歩3歩ですね今後も続けていかれたらですねさらに健康が得られるんじゃないでしょうかということで今日の講演を終わりにしたいと思います。ありがとうございました